こんにちは、エクセルボーイです。あ、エクセルボーイ、私、数字の声が聞こえないの。何の話よ。前回、書式をいろいろといじる方法をやったでしょ。はい、やりましたね。でも、どんなに書式を変更しても結局、数字が並んでるだけ。こんなに数字を眺めていても、心は乾いていく一方だよね。すごい情緒。私はもっとこの数字の並びの中に一体どんな意味が隠されているのか、それをはっきりと分かりたい。それなのに数字は何も答えてくれない。大げさなんだよな。要するに、このままじゃよくわからないっていうことですよね。そう。だから心が乾いていく。乾くって何？怖いからやめて。これはもう数字の暴力だよね。わかったよ。じゃあ今回は、表のデータを読み取りやすくする機能や図にしてわかりやすくする方法を教えましょう。わいわいわーい。わいわいわーい。前回までは簡易的な表でデータを整理してきたけど、今回は前回までのデータをより便利で高機能な表、テーブルと呼ばれているものにしてみようと思います。テーブルにすれば、中身のデータを読み解いたり整理するときにもっと見やすくて使いやすくなるよ。テーブルが作れるんだ。じゃあ椅子もできるかな。あ、できないよ。テーブルっていうのは表っていう意味があるんだよ。もともとの語源は平らな板、それを、水平に置いたらテーブルになるし、縦置きにして文字や数字を書いたら表になったってわけだね。物知りだね。物知るエクセルだね。え？ああ、うん、照れてる。照れてるエクセルだね。厄介な人だ。はい、じゃあテーブルにしたい部分を選んで、挿入。テーブルと押すと、テーブルにする範囲の確認ウィンドウが出るよ。あと、先頭行がテーブルの見出しなので、ここにチェックが入っているのを確認して、OK を押す。これで出来上がり。簡単でしょ。なんかかっこよくなったね。これで見た目もわかりやすい便利な表、テーブルの出来上がりだ。次に、出来上がったテーブルを使ってデータを見ていく方法をいくつか紹介するね。テーブルにしたことで、先頭行に下向きの三角のボタンがついたでしょう。これはフィルターボタンっていうよ。これを押すと、データを並び替えたり、目的に合うデータだけ取り出したりできるんだ。どういうことだろう。やってみせるね。まずは、ソート、並び替えを使ってみよう。ソート、例えば、給料、この列について考えるよ。給料を少ない順にソートしてみよう。まず、フィルターボタンを押して、照準を押してみて。照準っていうのは、徐々に数値が上がっていく並び方のことだよ。金額が小さい順に並び替わったでしょ。ほんとだ。他の列の数値も同時に入れ替わってるね。そうなんだ。各月の時給、時間、給料がセットでそのまま並び替わるんだよ。今度は逆に、高順を押してみて。高順。
高順は徐々に数値が下がっていく並び方になるよ。うん、やってみよう。お、金額が高い順になったね。小順と高順は並び替えたいデータの種類によって使い分けるんだ。例えば出席番号や何かの順位なら1から順になっている方がいいだろうし、テストの点数なんかは高得点順が良かったりするかな。なるほどね。あ、同じ6万円の場合、2月と3月の順になったのはなんでかな？ああ、給料が同じデータの場合は、相当する前の順番がそのまま維持されるんだ。今の場合は、2月の方が最初に上にあったから、そのままっていうことだよ。もし、もっと細かく他の列も合わせて並び替える条件を指定したい場合は、ここユーザー設定の並び替えを使っていろいろ条件を決められるよ。これを使えば複数の列の並び替えの条件を同時に指定できるんだ。例えば学校の名簿で1つ目の条件はクラスの番号、2つ目の条件は、出席番号、この2つを同時に指定して並び替えるっていうこともできるってわけだね。手で一つ一つ並び替えることを考えると本当に便利だね。そうだね。よし、じゃあ次に行く前に、元の並び順に戻したいので、1月から順番にそうとし直せるかな？月を1、2、3って並べたいんだから、月が増えていく小順になればいいはずか。正解！わかってるね。えへん。次はフィルター機能を試そう。例えば働いた時間がちょうど60時間なのは何月か知りたいとするね。うん。時間のセルのフィルターボタンを押すと、この部分にすべてのチェックがついてると、すべての時間が表示されてるので、60だけ残して40と240のチェックは外して OK としてみよう。わ、せっかく作ったテーブルが2月と3月だけになっちゃった。どうしてくれる、どうしてくれる、エクセルボーイ。落ち着いてよ。他の月は隠れているだけで消えていないから大丈夫。あ、フィルター機能で選んだ60時間の月だけが表示されてるので、目的のデータが見やすくなったってことだよ。元に戻す場合はすべてを選択を押して OK だね。あー、戻った。テーブルすごいな。このフィルターももっと細かい条件を指定できるよ。今度は時給に注目しようか。例えば時給が900円以上の月を探すっていうのもできるんだ。その時は数値フィルターを使う。指定の値以上を選んで900と入力、以上になっているのを確認して OK。 すると時給が900以上の1から3月だけが表示されたね。データの数が増えた時ほどこの機能で一気に整理できるのはすごく便利なんだろうね。そうだね。データの数が増えれば増えるほど Excel の力を実感できると思うよ。よし、じゃあ表示をもう一度元に戻して次に行こうかな。フィルターをクリアを押すと元に戻せるよ。
今度は数字のデータをグラフにして、もっと直感的に分かりやすくする方法を試そう。グラフ。数字が並んでいるよりは図になっている方がデータの特徴が分かりやすい時があるからね。おまずはグラフにしたいデータを選ぶよ。試しに月と時給の2つの列のデータでグラフにしてみようか。この2つの列を選択した状態で挿入 2D の縦棒、集合縦棒を選んでみよう。わ、グラフができた。簡単に作れるんだね。そうなんだ。表がしっかりできていればグラフにするのはとっても簡単なんだよ。グラフになると4月5月の時給の低さが見た目にもはっきりするね。グラフは自分自身の生き方を見直すきっかけになるね。エクセルって人生を良い方向に導いてくれるんだね。ヤギのバイトをするときは一度立ち止まってエクセルを使って判断しなきゃダメなんだな。まあいろいろと言いたいこともあるけど、とりあえずデータを元に考えるっていうのは基本的に賛成です。グラフは何もないところをクリックしてドラッグすれば移動もできる。端っこを持つとサイズも変えられるので必要に応じて見やすいところに配置してね。では次は各月の働いた時間と給料との関係をグラフにしてみようか。今度は時間と給料の2つのデータを1つのグラフ上に一緒に表示させるようにしてみるよ。1つのグラフに別々のデータを一緒に表示できるの？ヤギと羊が一緒に暮らす牧場のようなイメージだね。イメージは自由ですけども、とりあえずやってみましょうか。今回は月と時間と給料っていう3つの列を同時に選択してグラフにする必要があります。離れたセルを同時に選択したい場合は Windows ならコントロールキー、 Mac ならコマンドキーを押しながら選ぶんだよ。まず月の列を選んだらコントロールキーをずーっと押しっぱなしにして、時間の列、給料の列を続けて選ぶ。これで離れたセルでも同時に選択できたでしょ。次に挿入、複合グラフ、集合縦棒第2軸の折れ線を選ぼう。おお、縦棒と折れ線が同時にあるグラフになったね。どっちがヤギでどっちが羊のイメージなのかな。棒グラフが時間、折れ線グラフが給料のイメージだね。このグラフの横軸は共通して月だけど、縦軸はそれぞれ左右の軸が対応しているんだ。時間と給料の値は違いすぎるから、軸がこういう風に分かれていないと同じ場所に表示しづらいんだよ。だからこんな感じで種類は違うけど同時に見比べたいデータをグラフのグラフに一つのグラフで表示したいときは複合グラフを活用してみよう。噛んだし取り直す。もういいよ、このまま行こう。
次にこのグラフに少し表示する情報を追加してみよう。グラフを選択した状態でグラフデザイン、グラフ要素の追加で、データラベル外側を選んでみよう。あ、角付きの値がグラフの上に表示された。これだと分かりやすいね。こんな風にグラフは細かく調整できるので、プレゼンの時などグラフを使う目的や場面に合わせていろいろ工夫してみてね。よし、じゃあ次が最後。グラフを作り終わったけど、テーブルにデータを追加したらどうなるか試してみよう。だから6月のデータを追加してみようか。まずは下の表との隙間もちょっと広げたいので、行を挿入するよ。行を挿入したいところ選んで右クリックして、挿入を押せばいいよ。さあデータを入れていこう。6月の時給とかを教えてよ。へへ、6月は時給が100円になったんだよ。すごいよね。すごい。そのバイトを続けてるのがすごい。しかも働く時間も増えて1日23時間、週7日だよ。ブラックどころの騒ぎじゃないよそれ。エクセルボール、ブラックじゃなくてヤギーはホワイトだってば。ヤギーの色の話なんかしてないのよ。めえ、まあいいや、それ入力して。ヤギーの色を入力するの？なんでだよ。あ、6月の時給と時間と給料だよ。ヤギーの色の話はもう終わりだよ。ヤギーの色の話は一生しないよ。一生。お、グラフにも6月のデータが増えたね。うん、こんな風に自動でグラフにも反映されるので、データを後から追加しても大丈夫なんだ。ただもし思い通りの感じで反映されなかった場合は、参照範囲を希望の範囲にドラッグして広げて自分で調整しよう。あれ、下の表の合計や平均なんかも変更されてるね。うん、データを追加すると Excel は自動でいろいろ調整してくれる。ただやっぱり自分の望んでいる調整とは少しずれていることもあるので、最終的には自分で確認してね。あれ、なんか変なところがあった？すごい、最大値が6月の給料に更新された。やっぱり素晴らしいバイトでしょ、ヤギ散歩。異常に安い時給を働く時間でカバーしちゃってるよ。さあこれで全3回のエクセル入門の内容はおしまいだよ。なんとなくエクセルが分かってきたんじゃないかな。うん、出来上がったテーブルやグラフを見ているとなんだか涙が溢れてくるよ。あー、へー、そうかい。これを印刷してヤギーにも見せてあげようと思う、ね。紙に印刷して見せたら食べちゃうよきっと。印刷したグラフを手紙に入れて送りつけようと思う。いやもうそれ誘ってるやん。読まずに食べたを狙ってるやん。じゃあそろそろエクセルの国に帰るね。みんなも一緒にエクセル勉強してくれてありがとう。これチャンネル登録しておけばいつでも見直せるし、別の動画も見逃さないよ。他のエクセルに困ってそうな人にも紹介してあげてね。よし、じゃあね、バイバーイ。あ、待ってよエクセルボーイ。バイバイ。ヤギの散歩バイト、人が足りなくて困ってるんだ。エクセルボーイも一緒にやろうよ。うん、大丈夫。
じゃあね、一生バイバイ。エクセルボーイ、エクセルボーイ。